ディエゴ・セバスティアン・シュワルツマンはアルゼンチンブエノスアイレス出身の男子プロテニス選手。ATP ツアーではシングルスで3勝を挙げている。自己最高ランキングはシングルス8位、ダブルス40位。右利き、バックハンドストロークは両手打ち。シュワルツマン表記も見られる。シュワルツマンはユダヤ人であり、アルゼンチンのユダヤ系の家庭に生まれ、7歳でテニスを始める。 2010年にプロ転校。そこから主にフューチャーズなどの株大会で優勝し、戦績を上げる。2013年には全豪オープンの予選にも出場し、本格的にツアーをめぐることになる。2014年は ATP チャレンジャーツアーファイナルで優勝するなど、ATP チャレンジャーツアーで5勝を上げる。イスタンブールオープンで準優勝まで進出。そこで、 ロジャー・フェデラーに敗れた。デビスカップではアルゼンチン代表として参戦し、準決勝まで進出を果たした。2016年は4月のイスタンブールオープンでは、決勝でグリゴール・ディミトロフを67、76、60で破り、ツアー初優勝を果たした。10月のヨーロピアンオープンでは準決勝で、地元ベルギーのダビド・ゴファンに勝利し2度目の決勝進出。決勝で、 リシャール・ガスケに6から7、1から6で敗れた。2017年は4月のモンテカルロ・マスターズでベスト8進出。準々決勝でラファエル・ナダルに4から6、4から6で敗れた。全仏オープンでは初めて3回戦進出し、第2シードのノバク・ジョコビッチに敗れたものの2セットを奪う前線を見せた。8月のロジャースカップは2回戦で、 第3シードのドミニクティームに勝利し、トップ10選手から初勝利を挙げ、マスターズ戦で2度目のベスト8進出。第29シードで出場した全米オープンでは3回戦で、第5シードのマリンチ・チリッチ、4回戦で、第16シードのリュカプイユに勝利し、グランドスラムで自身初のベスト8進出を果たす。準々決勝で、第12シードのパブロ・カレーニオブスタに4から6、4から6、 2から6で敗れた。10月のヨーロピアンオープンでは2年連続で決勝進出するも、ジョーイ・ウィルフリード・ツオンガに3から6、5から7で敗れて2年連続の準優勝となった。2018年の全豪オープンでは、初の4回戦に進出したものの、世界ランキング1位のラファエル・ナダルに敗れた。2月のリオオープン決勝で、フェルナンド・ベルダスコに6から2、6から3で勝利し、 ATP500 初優勝となるツアーに勝目を挙げる。大会後のランキングで18位となり、トップ20入りを果たした。第11シードで出場した全仏オープンは4回戦で、第6シードのケビン・アンダーソンに1から6、2から6、7から5、7から6、6から2で逆転勝ちし、グランドスラムで2度目のベスト8進出を果たす。準々決勝は、 1> 第1シードのラファエル・ナダルに第1セットを選手するも、雨天順延から再開後に逆転され6から4、3から6、2から6、2から6で敗れた。2019年は、全仏オープン男子ダブルスで、ギド・ペイジャとのペアでベスト4進出を果たす。また、ドミニク・ティームと組んだダブルスでは2度決勝へ、進んでいるが、両方準優勝に終わった。しかし、 これによりダブルスの世界ランキングで自己最高を更新した。シングルスでは BNL イタリア国際は準々決勝で西コリ系を破り、ベスト4入りしたが、ジョコビッチに敗れた。8月のアビエルとメキシコロスカボスでは決勝でテイラー・フリッツを7から6、6から3で下して優勝。10月のエルステバンクオープンでも決勝に進むが、TM に敗れた。 全米オープンではベスト8入り。2020年全豪オープンは4回戦進出。続くコルドバオープンでは準優勝。3月より新型コロナウイルス感染症の影響でツアーが中断した際にはサッカーゲームフィファ20のオンライン大会を開催して TM やサッカー選手のパウロディバララと共に参加。イベントの収益をアルゼンチンの赤十字を通して寄付した。 ツアー再開後、BNL イタリア国際では準々決勝で赤土の王、ナダルを下すなど、快進撃を見せ、マスターズ初の決勝に進む。決勝では、ジョコビッチに敗れた。続く、全仏オープンでも、好調ぶりを発揮し、すべてストレート勝利でベスト8入りすると、準々決勝では、TM 相手に5時間8分にわたる激戦を7から6、5から7、6から7、 7から6、6から2で制し、グランドスラム初のベスト4進出。準決勝で優勝したナダルに3から6、3から6、6から7のストレートで敗れ決勝進出とは、ならなかった。大会後のランキングで8位となり、トップ10入りを果たした。2021年全豪オープンでは3回戦まで、進出。予選通過者のアスランからチェフに敗れた。 地元のアルゼンチンオープンでは1セットも落とすことなく優勝。ツアー4勝目を挙げた。全仏オープンでは第10シードとして出場し、準々決勝まで1セットも落とすことなく駒を進めた。準々決勝ではラファエル・ナダルに敗れた。ウィンブルドンでは3回戦まで進出した。新型コロナの影響で1年遅れで開催された東京五輪で、 初めてのオリンピックに出場し、3回戦まで進出し、カレン・ハチャノフに敗退。男子プロテニス界では最小クラスだが背の低さについて僕は子供の頃から常に他の選手より小さく、それでも勝てていた。だから不利だと考えることは特になかったですね。別の武器を磨くことで他の選手より強くなろうとしていましたと話している。自分の武器は ムーブメントとリターンだと回答し、ゴースセットマッチが得意だから、グランドスラムで勝てるようになってきたとも説明している。テニス界での親友は、ドミニク・ティエムでダブルスを組むこともある。名前の由来は、祖国のスーパースターであるディエゴ・マラドーナから取ったもの。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退。 RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。 ありがとうございます。